ランパーと最弱説。皆さん、はじめまして、先端恐怖症と申します。今回は、ランパートって実は最弱なんじゃね？説を考えていこうと思います。昨日、シーズン6が始まりまして、ランパートを使ってみたっていう方が多かったんじゃないでしょうか。まあ、今までにない、変化球として楽しいなって思った方も多い。一方で、割とこのバリケードがうまく使えなかったとか、このミニガンを置くタイミングがなかったとか、いつ置けばいいのかわかんなかったとか、いう方も多かったんじゃないでしょうか。その中で、あれ？ランパートって最初はめちゃくちゃ強え、ぶっ壊れだーって思ってたけど、実はそんな強くないんじゃね？って思った人も少なくはないはずです。バリケードの使い方が難しすぎるといったところと、あとこのミニガンを置く場所がない、置くタイミングがない、置く状況がないといったことっていうのが挙げられるんじゃないでしょうか。今回はこのランパートが最弱である可能性があるといったことに関して考えていくんですが、このレジェンドの中の最弱、最強を考える上で、私が指標にしている2つの要素があります。それは、1つは汎用性の高さ、もう1つは不利な状況をひっくり返すポテンシャルがあるかどうかです。例えばまずレイス、皆さんもご存知の通り、レイスっていうのは必要不可欠なレジェンドです。大会だったりとかスクリーム、あるいはランクマッチで必ず欲しいキャラですよね。なぜレイスが最強なのかというと、単純にこのスキルですね。このスキルは無敵になることができます。無敵というのは、FPS に限らずどのゲームでもそうなんですけど、最強のスキルとなります。なぜ無敵が強いのかというと、どんな条件であったとしても生き延びることができるからですね。無条件に、強いスキルと。例えば分かりやすい例で言うと、目の前に武器を構えてこちらを狙っている敵がいました。で、こちらは武器を構えてませんし、あるいは囲まれてたりします。囲まれてたら、その状況、不利な状況ですよね。それをひっくり返すことができるのはこのレイスのスキル。無敵になって、味方の位置、これが味方すれば味方の位置に行くこともできますし、あるいは、高い場所っていうのが有利になるんですけど、そういう高い場所に、無敵を使っていくことができます。他にはですね、前回のアップデートで追加されました、この足の速さっていうのを、利用して、逃げることにも使えたりとか、詰めるときに使うっていう方もいらっしゃいますね。汎用性は高いっていうのは、見てわかるんじゃないでしょうか。特にですね、このポータルですね、今のスキルに関しては1人の場合なんですけど、このポータルを使うことによって、より有利な場所に移動することができます。例えば、ここがエリア外だったとします。エリア外で、エリア内に敵がいると言った時に、無理やりみんなを連れていくことができますよね、ポータルで。これでエリア内に安全に行けると。このポータルに入ってる場合、このポータルに入ってる間っていうのも無敵時間になりますから、無敵能力を持ってない他の人も無敵にすることができるという、かなり強い不利な状況をひっくり返すポテンシャルがありますね。で、それから、味方を蘇生したい、ここにダウンしてる敵がいた時に、こっちに運ぶことができたりとか、あとは、詰めるタイミングで、詰めポータル、攻めポータルとかいう言い方をしますけど、そういう、攻める時に使うポータル、逃げる時に使うポータルと。いろんな汎用性の高さっていうのが、分かりやすい、ウルトなんじゃないかなっていうふうに思います。今の説明だけでも、このレイスっていうのが、最強キャラの一人であるっていうことは間違いないでしょう。で、次にランパートについて考えてみます。最強のレイスと比較するっていうのも酷ではあるんですけど、一応その汎用性の高さ、不利な状況をひっくり返すポテンシャルがあるかどうかっていう点に関して考えていこうと思います。まず一つ目が、このバリケードですね。まず、使ってみてすごい思ったんじゃないですかね。この展開スピードが思ったよりも長い。
ですね。それから、まあ、一方向の攻撃しか防げませんから、一応この字に作ることは、できるといえばできるんですけど、これを、作るまでにかなりの時間がかかる。っていうのと、あとは、意外にこれ壊れやすいんですよね。200っていうと、なんか硬そうに見えるんですけど、まあ、3人で撃てば、まあ、66ですかね。まあ、3人で撃てば、ま、66とか、そのくらい撃てば、一瞬で壊すことができますよね。実戦で使ってみて思った方も多いんじゃないかと思うんですけど、これ一瞬で壊れるんですよね、思ったより。ですので、バリケードの展開スピード、それからあと、意外にこの幅が狭いといったところ、で、あと壊れやすい。といったところで、まあ、汎用性の高さっていうのはなかなか見出せないんじゃないかなっていうのが今の現状だと思います。で、次に、まあ、ウルトなんですけど、例えばこうやってバリケードを設置した上で、ここにミニガンを置けると。まあ、3つ置けるっていうのが最初びっくりしたと思うんですけど、なかなか3つ置ける状況っていうのはないですよね。ですし、あと意外にこのミニガンを撃つときって、周りの車線が怖かったりだとか、あと正面の敵であったとしても、このテレミットとかをこう投げられちゃうと、ちょっと怖いですし、この隙間とかから結構入り込んでたりするんですね、こういう風にね。っていうのがあるので、このウルトを安心して撃てる場面っていうのはかなり少ないんじゃないかなっていう風に思います。人によっては、このミニガンを最後まで使わずにチャンピオンを取ったっていう人もいるんじゃないでしょうか。ランパートの能力を最大限活かせる場所っていうのはここです。有利な場所ですね。位置が高くて、かつ、まあ、後ろからの射線もあまり気にならない場所。他から撃たれる可能性が少なくて、一方的に撃てる場所っていうのが、このランパートを最大限活かせる場所となります。ここで、壁越しに撃つと、まあ、一方的に撃てますし、高火力で相手を粉砕することができるのが、このランパートの強みとなります。ただこれって、必要かどうかって言われたら微妙な感じがします。有利な場所が取れてる時点で、倒さなければならないっていう状況ではないんですよね。例えばここに敵がいるとします。いった時に、なぜこの場所が有利なのかっていうと、そもそも車線を切ることができるからですね。ちょっと動くだけで、ちょっとしゃがむだけで車線を切ることができます。なので、ほぼ一方的に撃てるんですよね。この状況で。わざわざこのバリケードを作って、ミニガンを置けるって、まあ確かに強いんですけど、これを置いたからといって、一方的に撃てるわけではなくて、そもそもここは一方的に撃てる場所なんですね。で、仮にここで200ダメ出して倒したとしましょう。倒したとしても、このデスボックスって、あさりに行くのにかなりリスクが必要ですよね。まあ、ポータルを作ったりだとか、周りをしっかり確認しながら拾わなければなりません。なので、こういう完全に、安心できる場所、完全に有利な場所で、ランプアートっていうのは最大限能力を発揮することができるんですが、必要かどうかと言われれば微妙な、立ち位置になるかなというふうに思います。で、それからですね、現環境、シーズン6の環境では、アーマーが全体的に弱体化されましたよね。紫アーマーだと今までは100ありましたよね。合計で 200HP あったんですけど、今は、75HP になりました。で、赤アーマーは125ポイントあったんですけど、これが100ポイントになりました。ですので、今、溶かされやすい状態、倒されやすい状態になっています。それから、このボルトが追加されたことによって、かなり、キルスピードっていうのが速くなりました。ディボーションもそうですし、まあ、タボチャも追加されましたし、他の武器もかなり全体的に底上げされて強くなっています。ですので、倒しやすくて倒されやすいっていう状態が生まれていきます。つまり、短期決戦が多くなりますよね。もともとこのゲームはバトルロイヤル形式といって、60人で、どんどん移動しながら戦っていくゲームなんですけど、その中で短期決戦になるということは、いかにそのスキルを瞬時に使えるかどうかっていうのが大事になってきます。
その中で、このランパートは、このバリケードに、これだけ時間がかかってしまいます。はい。ミニガンを置く場所っていうのもかなり考えなきゃいけません。ミニガンが活かせる場所っていうのを考える。まあ、ここにね、ドアがあって、家屋の中で、まあ、一方的に撃てるとかね。そういう状態。まあ、条件をかなり選ぶって感じですね。先ほども説明したんですけど、上だったりとか、まあ、家屋の中だったりとか、まあ、条件がかなり限られてくるっていう状態ですよね。で、かつ動かなければならない。かつ瞬時に戦わなければいけないっていう状態で、このバリケードを張れなかったとか、このミニガンを置けなかった、そのまま死んじゃったって方も多いはずです。といった点で、純粋にこの環境、ですね、武器のインフレが起こっていて、アーマーが弱いという状況のこの環境に適したキャラではないのかなっていう風にも言えると思います。いや、でもランパートはこの何もないところで遮蔽物を作ることができるっていうのが強みなんじゃないかっていう方もいらっしゃると思います。冒頭でも説明した通り、このバリケードっていうのはあんまり信用できません。3人で撃てば一瞬で破壊することができますし、展開にも時間がかかりますので、この遮蔽物がないところで遮蔽物を瞬時に発動できるっていうのは期待できないと思います。で、他のレジェンドと比較してみても、瞬時に遮蔽物を作ることができるキャラっていうのがいます。それがジブラルタルですね。遮蔽物を作るといった点ではジブラルタルの方が、このドームで、3人を広範囲で、かつ安全に守ることができます。これを突破するには物理的に近づいてこの、ドームを突破するしかないので、この点でも、投擲物に対しても強いですし、どこからの射線も切ることができるといった点ではジブラルタルの方が上位互換と言えると思います。し、このウルトに関しても不利な状況をひっくり返すっていうポテンシャルも持ち合わせています。例えばここに敵がいた場合、敵の方がね、まあ、高い位置にいる場合、ここにウルトを投げることによって敵を蹴散らすこともできます。攻めにも使えるわけですね。でそれから、真下にウルトを打って、まあ、ドームを張って、その中で回復したりだとか、あと時間を稼ぐっていうこともできますよね。汎用性の高さ、それから不利な状況をひっくり返すってこともできます。今はね、攻めに先ほどはウルトを使うって話をしたんですけど、ここの敵をとりあえず移動させたいっていう時も、ウルトをここに投げることによって、その敵を、強制的に位置を変えることができるっていうのも、ジブラルタルのウルトの強さですよね。そういった不利な状況をひっくり返すポテンシャルがこのランパートのミニガン、あるいはバリケードにあるかと言われれば微妙ですし、汎用性も高いかと言われればそうではないと思います。ランパートは、やはり、それを活かせる状況っていうのがかなり少ない場面が多いですので、まあ、他のキャラには劣ってしまうんじゃないかなっていうのがあります。では、シーズン5で最弱と呼ばれているローバと比較してどうでしょうか。ローバのスキルはこの腕輪を使って移動することができるっていうのがあります。腕輪は例えば、敵に囲まれてしまった時とかに逃げたい時に使うことができます。まあ、ただ、まあ、現状ではね、硬直が長すぎだったりだとか、この放物線だと行ける範囲がかなり狭まってしまうといった点で、まあ、パスファインダーの方が上位互換だと言われたりしますが、まあ、一応汎用性がないことはないですね。はい、逃げることができますし、例えば、高い場所を取りたい時とかに使うこともできます。それから、ブラックマーケットに関しては、まあ、物資が少ない時に利用できますよね。例えばね、ここでクレーバーを取って、まあ、不利な状況をひっくり返すことができる可能性もありますし、あとこう、金バッグとか、アーマーとか、まあ、この、
2つっていうのが、まあ、少ないっていうのが弱点ではあるんですけど、それでも、まあ、不利な状況をひっくり返すポテンシャルがないかと言われれば、一応あるにはありますよね。で、あとブラックマーケットの位置なんですけど、まあ、ちょっとした遮蔽物があればどこにでも置けますので、そういった点でも、ランパートよりは、まあ、置く場所に困らない、比較的置く場所に困らないんじゃないかなっていうのも言えると思います。はい、次にオクタについて考えます。オクタに関しては、まあこの興奮剤に関しては HP が削られるので、 HP が低い状態で使うっていうのが結構難しいんですけど、一応使えばします。どんな状況でもうまいこと使えば、逃げることができたりだとか、位置を変えることができますし、あとはこのジャンプパッドを使って低い位置から高い位置に、低い位置から高い位置に、まあ、移動することができると。というところで、一応不利な状況をひっくり返すポテンシャルっていうのは十分に兼ね備えてると思います。で、改めてランパートに戻ってみます。まあ、一応パッシブとして LMG やミニガン使用時に、相談数が上がり、リロード高速なリロードが可能ってことなので、現環境で強いのはディボーションですかね。まあ、ディボーションを使いたい時とかにはかなりいいかもしれませんね。あ、これに関しては強いパッシブではあるんですけど、積極的にランパートを使うべきっていうポイントとしてはちょっと低いのかなっていうふうに思います。まあ、おまけ程度かなっていうふうに考えてます。で、それから、まあ、何度も説明している通り、この壁ですね、壁の幅が狭い、起動するのに時間がかかる、あとグレネードに弱い、そしてなんといってもミニガンの置き場所に困るっていったところですよね。まあ、このまんまね、使えれば強いんですけど、まあ、置いてこの設置に時間がかかって、起動に時間がかかって、これで撃つのにも時間がかかって、といった点でこれを活かせる場所、活かせる状況っていうのはかなり限られてくるんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ、他のレジェンドの方がその点強みっていうのがはっきりしてるんじゃないかなっていうふうに思います。例えばこれがバリケードの設置がもっと早かったりだとか、この設置中に、まあ、撃たれても破壊されないだったりとか、まあ、あとはこのミニガンをそもそも持ち運んでそのまま撃てるとか、あとこの辺の耐久がもっと強くなるとか、まあ、何かしらの改善点がない限り、このウルトとスキルっていうのに関して汎用性が高いと言えるキャラになるっていうのはちょっと程遠いのかなっていうふうに思います。で、不利な状況をひっくり返すことっていうのも、まあ、なかなかしづらいですよね。まあ、ひっくり返すにはこの壁を最大限活かして、まあ、倒しきるとか、あとは思うんですけど、このミニガン使ったりだとか。でも、もっと他のキャラで、物理的に位置を変えたりだとか、無敵の時間を作ったりだとかっていう風な、まあ、スキル、ウルトにはなかなかかなわないんじゃないかなっていう風に思います。はい、といったところで今回ランパーと最弱説について考えてみました。汎用性の高さが他のキャラに比べて低いこと、それから不利な状態をひっくり返すポテンシャルがないこと、あとは、現環境は短期決戦なので環境に合ってないといったところで、まあ、最弱説っていうのは結構あるんじゃないかなっていうふうに思います。皆さんは現環境でどのキャラが最弱だと考えるでしょうか。まあ、もしありましたらコメント欄に、教えていただければ私の勉強にもなりますので、教えていただければ幸いです。といったところですね。現状ではやっぱりランパーと最弱なんじゃないかなって思います。逆にですね、ランパーとの最弱説を考える中で、いや、このキャラ強いなっていうのが出てきたと思うんですよね。それに関して、現環境で一番強い、レジェンド、かつ、一番強い組み合わせの3人っていうのを、別動画で考えていこうかなっていうふうに思ってますので、そちらも良ければご視聴ください。ということで、改めてご視聴ありがとうございました。バイバイ。